なんかそうやることいっぱいだなって思ってやってたら、気がついたらもう そう気がついたらもうこんな時間だよみたいな、本当にそういうパティーンだった。そう、そう。でもまあね、なんかすごい、なんかなんだろう、眠すぎてほんとめっちゃしんどいですってことはないけど、多分明日に響くので、ていうか明日はお休みなので、今日はゆっくりします。そう、割と日中は元気なんですよね。やっぱ夜になると途端に眠くなるのよ、特にショールーム始める時間 そうなの。夏バテ、夏バテとかではないんですけど、なんて言うんだろう、T シャツクイズは今日はしません。この前、割と ちょっと前に ちょっと前にもう着たやつだったので、そう、今日は T シャツクイズはしないです。本当ですか？私のこと載ってたの？ちょっと iPad、ちなみに今日も Perfume さんの T シャツです。どんな風になっとったんやろか。1日3食以外サプリとか取ってる？サプリは取ってないよ。最近ちょっとお昼がね、ちょっと適当になってるんですよ。どうしてもなんかあんまりすっごい食べる時間があるわけでもないんですけど、まあ、全然食べれない時間がねあるわけでもないんですけど、最近ちょっとねお昼のね食欲がそんなに湧かんくってさ、結構おにぎりで済ませたりする。まあ今日はちょっと本当にお腹空きすぎてスイーツめっちゃ食べたんですけど、めっちゃじゃないけどね、ヤングドーナツとなんだっけ、なんかこの前見せたっけ、なんかファミリーマートで新しく売られたなんだっけ、パウンドケーキレモンの、そうは今日は食べたんですよ。
でも最近スーパーのお惣菜食べることが多かったんで、ちょっと塩辛さがね来てて、ちょっと素朴な味が食べたい。そうなの、どうしてもやっぱお惣菜とかコンビニものとかってどうしてもなんか塩辛いの多いじゃないですか。だからなんか、すごいなんかね、手作りのご飯がすごい恋しい。お惣菜で好きなものは何だろう。お惣菜は結構いろんなものが好きだしね。ごめん、今日頭があんまり回ってないか。そう、ごめんなさい、ほんまに。サラダは毎日食べてます。なるべく毎日食べるようにしてますね、サラダは。きんぴらごぼう美味しいよね、わかるよ。ちょっと待ってね。あくびをしました。あくびしたけん、ちょっとさ、目うるうるしとるわ、ごめんな。そう、今日もね、正直ちょっと眠いです。いつもこれ言ってる気がする。っていうか最近毎日言ってる。体調だけは気をつけて。ありがとう。そう、今日はね、今日中に寝たいですね。今日はもう、なんだっけ、あれだな。今日はもう終わった後、ショールーム終わったら寝る準備をしたら、もう今日は寝ます。あ、でもまあ、でもそれはいいか。今日は一応9時半ぐらいまで、9時半までショールームをする予定です。います。はい。さあ、今日は何の話しますか？
何の話しますか皆さん、なんかこの話してほしいとかっていうなんか要望があればお願いします。るんちゃんの自慢話、特に自慢できるとこがあんまりないんですけど、最近ハマってるもの特にないですね。最近ハマってるものは特にないかなって思ってます。ゲームやらないの？うん、ちょっと最近はあんまねゲームやる時間もそんなにはなくて、そうだから最近は何もしてないですね。結構割と趣味関連のものは。でもねその分すごい楽しい、あの毎日楽しいんですよ。そうめっちゃ大変なんですけど最近毎日楽しいので心配はしないでください。最近食べたいもの、ミルクレープが食べたい。髪型変えたいとかある？ない、ないかな同じこと言った。好きな建物、好きな建物なかなか独特な。あでもピューロランドのあの感じ好きですよ。あのなんだろう、あの建物の感じはめっちゃ好きです。そう、あくびをしました。お疲れ、ありがとう。じゃあちょっと一旦ギフト読むね。アーティーさんアイスクリーム、はやちゃんさん小判、アーティーさんなんだ、金魚すくい、はるにゃんさんファイト、はやちゃんさんお疲れ、おにゅる大佐さんかわいい、玉国さん金魚すくい、はやちゃんさんレインボースター、マツさんハート、はやちゃんさんハート、アンキーさんブーケと金魚鉢、はやちゃんさんお疲れ、ありがとうございます。909日だ、本当だ、ありがとうございます。趣味が取れたら、そうだな、お絵かきしたいかな。なんかお休み欲しい、まあ確かに休みがあるといいんですけど、最近はなんだろうな、すごい大変なことばかりでは、大変なこともいっぱいあるけど楽しいこともたくさんなので、すごいお休みが欲しいなっていうふうにはあんまり考えてないかも。あうちは出前はそんなに頼まないかも、ピザぐらいじゃないかな、なんか出前頼むのって。わかんないや、
え、世間ってお盆休みなんですか？こんな早かったっけ？嘘だ、知らなかった全然。全然知らんかったんやけど、なんか近くない今日。初めてのゲームはおそらく DS。 今日祝日なんだ。知らなかったんだけど。明日は平日。いやほんまにね、もう休日も平日も関係なかったけん最近。そうなんや、今日って祝日なんだ、知らなかったよ。うん、桃の天ぷらさんハート100個ありがとう。そうだったんだ、マジで本当に関係なくて。そっか、知らなかったよ。明日は実はお休みなんです。そう、明日はお休みなのです。今日めっちゃ変、顔が。そう、なんか今日いつもと顔が違う気がするんだよね、謎に。何なんだろうこれ。8全員参加の曲楽しみだね。ね、楽しみですね。そうね、本当に今日話すことが頭に浮かばない、ごめんなさい本当。
ゆっくり休んで、ありがとうございます。何？そんなに体力ない私が面白いんですか？皆さん。そんなに疲れてる私が面白いですか？皆さん。めっちゃ笑うもん、みんな。めっちゃ笑ってるもん。でも本当ごめんね、最近もうなんか疲れてる私しかを提供できてない。疲れてる私を提供を最近毎日してますね。そう、そう、ほんと最近ね、なんかやることいっぱいだって思っていろいろやってたらね、結局寝るの遅くなるみたいな。普段テンションマックス、そんなこともないよ。割と普段からこんな感じだよね。確かにテンション高い時は高いんですけど、でもなんか常日頃からテンション高いってことは、そういえば充電をしてなかった。でもそろそろ時間だね、あと3分ぐらいか。他もしてないね。そう、明日は確かに集まり多分できる。玉国さんお疲れありがとうございます。うん、1分前、ほんとだ。じゃあ29分30秒になったらランキング読みますねって思ったら30秒になったのでランキング読みます。13位から。13位桃の天ぷらさん、12位プレジョンさん、11位ソランさん、10位飯田博之さん、9位アクア広島県民さん、8位ロミチさん、7位夏目さん、6位モノサルさん、5位 TKHKG さん、4位アーティーさん、3位玉国さん、2位オニール大佐さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけでね、今日も見てくださってありがとうございました。また明日、ありがとうございました。またね、ありがとうございました。